去年12月、奈良県下北山村の国道沿いで土砂が高さ40メートルにわたって崩れ、土砂崩れに巻き込まれた75歳の男性が死亡しました。今日、奈良県庁で有識者らで作る会議が行われました。この中で現場の国道は迂回路もないことから仮の橋を設置する案を進めることが確認されました。 仮の橋の設置には早くて4ヶ月ほどかかり、設置されれば車の通行が可能になるということです。また、これまでの調査で凍結誘拐のほか、崩壊した斜面の岩盤が風化していたことなどが土砂崩れにつながったとみられています。